竜雲は、中華民国、中華人民共和国の軍人、政治家。中華民国時期の天軍の指導者の一人、国民政府期の雲南省政府主席である。字は、心差し元名は、グ雲、遺族出身。遺族名は、治吉基取橋後。青年時代の竜雲北京政府時代の竜雲1911年、竜雲は、四川省で展開されていた。 鉄道保護運動に参加する。同年、四川に進軍していた、社南寺翼の天軍に加わった。1912年に、雲南省へ戻り、雲南陸軍工部学校に入学する。1914年、雲南陸軍工部堂第四危機騎下を卒業し、雲南省軍等を継ぎ、行の指揮下に入った。等に、下級将校から一歩一歩抜擢されて、1916年には、 この衛兵の隊長になる。1921年に、東義行が、古品鎮に追われても、竜雲は引き続き、東を支持し、厚生省に駐屯していた、李友伊佐を率いる天軍の全敵司令となる。翌年の東義行による、雲南期間の戦いで、李友伊佐が戦死すると、竜がその後任となった。同年3月、子を倒して、東が復権すると、竜は、 天軍大五軍軍長検天中鎮樹氏に任命されている。1927年2月、竜軍は同僚の天軍軍長小若村と共に国民政府に服従しようとせず、また縁故政治に走ろうとしていた、東を次に行を失脚させた。しかし、その後の実権争いから同年6月、竜はコラに吸収、抗禁されてしまう。なお、この時に、 龍は左目を負傷し、以後治ることはなかった。まもなく竜雲配下の市長路漢らが、声の反撃に転じて、龍を奪回した。竜雲はその後の雲南省内の内戦で、こら敵対勢力をすべて撃破した。竜雲は、国民政府から、同年8月には、国民革命軍第38軍軍長に、任命される。1928年1月には、 雲南省政府主席、国民革命軍第13素寺軍葬式に就任した。1929年春には、内逆軍第10素総葬式に任命されている。これ以後、1945年までの統治により、劉雲は雲南王と称された。この間、国民政府、中国国民党内の争いでは、劉雲は、小解析支持を堅持する。百二十九年、 竜雲は天軍を奇襲省に送り込み、理想人ら新構成派に組みする奇襲省政府主席州にシナリオを攻撃して、これを戦死させた。1930年5月には、ロカンらを高清省へ侵攻させたが、紹海難礼を攻略できず、撤退した。1931年3月、ロカンら敗下の軍人たちが竜雲に対して平変を起こしたが、竜は、 なんとか、ロラを降伏させている。リ雲グモの雲南省統治は、牧雲大、陸高人など優れた官僚たちの支えもあり、内政でも、経済、社会、教育等の多方面における、近代化建設に堅実な成果を上げた。当時の雲南の交流には、紹介石装備霊、陳腐神なりらも絶賛を与えているほどである。1937年に、 日中戦争が勃発すると、龍雲は、抗日統一戦線を支持した。龍は、老男率いる天軍などを派遣し、また、昆明を広報基地として堅持するなど、日中戦争勝利に多大な貢献をする。なお、1938年に、王朝明と会談しているが、これを支持することはなかった。しかし、日中戦争を通して、 小解析以下中央勢力が雲南省内に浸透、介入してきたため、雲南文老主義を望む龍雲は不満を抱くようになる。そのため、龍は1944年頃には中国民主同盟に秘密裏に加入したとされ、さらに中国共産党との関係も強化した。この結果、省は龍の排除を決断する。1945年10月に、 昆明に駐留していた中央軍の森一名率いる軍は五火山にあった竜を突如襲撃し、これを拘束した。日中戦争の際の米国陸軍士官との間談左から一番目の軍人が竜雲。中央の文民の服装をしている人物は僕運大失脚後の竜雲は軍事委員会軍事参議院委員長という名ばかりの職を与えられ、 南京に3年間南京された。しかし1948年12月、クレアリーシェンノートなどに助けられ、リュウグモは香港に逃亡した。さらに、中国国民党革命委員会に参加して、その中央委員となっている。1949年10月1日に、中華人民共和国が建国されると、リュウグモは中央人民政府委員に列せられる。 1950年1月に北京に入り、新政府に参加した。以後、人民革命軍人委員会委員、西南軍政委員会副主席、西南行政委員会副主席、全国人民代表大会常務委員、中国人民、政治協商会議全国委員会常務委員、中国国民党革命委員会、中央常務委員会副主席などを歴任している。 1956年にかつてのソビエト連邦、ルーマニア、チェコ、ユーゴスラビアなどの東欧諸国を訪問した。しかし、1957年の反右派闘争で、劉は右派と認定され、批判を被っている。1962年6月27日、北京で死去。去年79、その翌日に劉に対する右派の指定は取り消されている。 1980年7月、竜は右派ではなかったと政府が正式に宣言し名誉が回復された。ありがとうございます。